黄海の北方限界線の南に位置する島のうち、西にあるのが白島と大鎮太鳳、小鎮太鳳。白島と新川との中間に、大小の延べ島がある。加滅軍は、大韓民国インチョン広域市に属する軍。新川西方の黄海に浮かぶ島々を、軍域としている。また、韓国側が統治する黄海道沖の島も、管轄しており、 二川中心部から 193km 西方の白島も加滅軍の領域である。北朝鮮側の高海南道に属する、加滅半島には同盟の軍が存在する。軍域の変遷の結果、大きく分けて4位地域に島が点在している。二川の近くの景気湾には、高架島と永州島の間に、北島面の続投がある。永州島の南から、 南西の海上に、霊境面、紫月面、徳積面に属する島々が散在している。霊境面の霊境島、潜在島と東の大岡島との間には、橋が架けられており、陸路で本土と結ばれている。加滅半島の南には、野別母島と総称される大野別母島、小野別母島があり、加滅半島の西西島、大鎮太鳳、小鎮太�などがある。 軍内で最大の面積を持つのは白島で、一島で白面を構成している。軍の人口の28%、約4700人が、同島に住む。1816年に、当地の大青群島を訪れた英国軍艦、アルセスト号の軍医が描いた島民。アルセスト号朝鮮、琉球航海機より、加滅は三国式にも出てくる。本来加滅半島の地名で、 加熱軍は、航海道に属する軍であった。日本の敗戦後、加熱半島とその南方の島々は、北緯38度線の南側にあったため、アメリカ軍が進駐して、大韓民国の領域に入り、軽機動加熱軍として編成された。1950年、朝鮮戦争開戦時に、加熱半島の本土は、朝鮮人民軍の攻撃を受けて失肝した。 旧戦時、加熱半島地域で、大韓民国統治範囲に残ったのは、東部の白島、野別坊島などだけであった。朝鮮戦争後、韓国政府はこの島々を統治する、地方行政官庁、加熱軍を再建した。ただし、幸福以前の野別坊島は、壁城軍、白島は、長渕軍の所属で、かつての加熱軍に含まれる地域は残っていない。 なお、北朝鮮統治地,地域に名目上置かれた、伊北五道の公海道には、加滅軍が存在するが、これは公海上の島々で構成された、現在の加滅軍とは別の行政区画である。現在の加滅軍域に入っている、K、景気湾の島々はかつては、富川軍に属した島々で、1973年に移管されたものである。現在は、 中区に属する英州島周辺も一時期軍の管内にあった。霊教島には駒が滅びた際に王族が逃れたという伝説がある。朝鮮戦争中の二川上陸作戦に際して二川全面の霊教島などは作戦工作の舞台となった。行政区域図七面から構成される。大韓民国で有のない唯一の軍である。加滅軍長は軍域外。 インチョン広域市渡るする区の新川港近くにある、白等の頭仏。ありがとうございます。